出入りあったら分かるんですけど、そういった出入りもなく。福島県郡山市のアパートで、住人の40代の女性と知人とみられる40代の男性が死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によりますと、この部屋からカッターナイフが見つかり、刃の部分には血がついていたということです。警察は心中と事件の両面で捜査しています。